それでは始まりました、ミスターキラリンの VTuber 3回目の撮影に入ってます。今日はですね、こういった後ろグリーンバックを使いまして、今年の夏、去年もそうなんですけれども、なかなかイベントができてません。特にお祭り、夏祭りなんかも皆さん毎年楽しみにしている夏祭りが全部中止になっていました。ちょうどうちのこの天満橋の事務所もすぐ、窓の真下が、天神祭りの、船渡御の、船が U ターンするところで、7月の25日にいつも、ここでイベントをするんですが、去年今年と中止になってなくなってしまいました。非常に残念でしたが、そういったこともありまして、ちょっと日本のお祭りについて、インターネットで調べたところ、Go ガイド社の方が出しておりました、日本のお祭りベスト10っていうものをこのクロマキーを使いながら、見ていきたいなと思います。まずは第10位ですね。沖縄県沖縄のエイサー祭り、ちょうど後ろに流れてますが、こちらが第10位でした。第9位長崎県、長崎ランタンフェスティバル、こういったものがあるんですね。なかなかこうやって調べない限りは、ね、本当にこう聞いたことのあるようなお祭りしか全然知識がなくって、すごく勉強になりました。第8位、これが、地元大阪、岸和田のだんじり祭りですね。僕も生で見に行ったことはないんですけど、皆さん岸和田の人はこれに命をかけているようですね。もう家も壊れるような迫力があるようです。続いて第7位、岐阜県の、高山祭り。岐阜県もね、観光地たくさんあるんですが、僕もなかなか行けてないんですが、一度行ってみたいと思います。はい、それでは第6位、6位が福岡県の、博多祇園山笠さんになります。これはちょっと本ちゃんを見たわけではないんですが、本ちゃん前、1日2日前に博多に行ったことがありまして、それでも非常に盛り上がってました。非常に綺麗な、山笠、だんじりっていうんですかね、大きな、おみこしというか台車みたいなものがありました。第5位、埼玉県の秩父野菜。これもね、あんまり聞いたことがなかったんですけど、第5位に埼玉県のお祭りが入ってます。第4位ですね、神奈川県横浜市の琴平大鳥神社の鳥の市です。鳥の市ってよく聞いたことがあるんですが、大阪ではあれですかね、江別さん、東京というか関東では鳥の市、その鳥の市になるんですかね。またちょっとその辺を勉強不足です。はい、それでは第3位、3位が青森県の青森ねぶた祭りです。綺麗なこれねぶたのね、ああいうものを見に行ったことないんで、あれもぜひ一度は見てみたいなと思います。第2位ですね、東京都高円寺の阿波踊りになってますね。なぜか、高円寺、徳島ではなくって、東京の、高円寺の阿波踊りが第2位に上がってます。第1位です。京都市の五山の送り火、通称大文字焼きですね。これは何度か行ったことがあるんですが、私ちょうど京都に向かう京阪沿線に住んでいるものですから行ったことがあるんですが、夏の暑い盛りの京都、その中にいっぱい人が集まってきて、大文字楽しいというよりも本当に人の多さ、祇園祭りというのもあるんですけども、本当京都人が多くて、でもね、やっぱりそういうマスクなし、
お酒あり、イベント人が集まっても OK っていう、早くそういう、社会に戻ってほしいもんです。まだまだちょっと先は見えませんけれども、皆さんで頑張っていきましょう。私もまあちょっといろいろこのミスターキラリンでいろんなものを届けていきたいなと。ちょっとまだまだね、喋るのも下手ですし、まあもともとあんまりこういう形で自分が出るというよりも裏方に回る方が多いんで、なかなかそういうところにシチュエーションにはならないんですが、まあせっかくちょっとこういったミスターキラリンになれる VTuber 的なこういう仮面をかぶるというか、まあ、こういう技術で皆さんに喜んでいただければいいなと思いながらやっております。また次回もお楽しみに。キラリンでした。